日ごとの糧、2023年12月1日。それゆえ、万軍の主はこう言われる。見よ、私は娘なる我が民を火をもって溶かし、試す。誠に彼らに対して何をすべきか。エレミヤ書9章6節。そして人々の不信仰に驚かれた。マルコによる福音書6章6節。エレミヤ書9章全体を流れている空気というのは、神様が民の不信仰と不誠実、あるいは悪徳の生活を嘆いている様子、かなり深刻な、問題が、浮き彫りにされている。そんなことを感じ取ることができます。そして神様は彼らを試すと語ります。心を整え、生き方を探り、本当に神様の心に沿った生き方をしているかどうか調べ、どのように対処すべきか検討するというような雰囲気ですよね。マルコによる福音書は、イエス様の嘆きですね。人々の不信仰に驚かれた。まあこれは、ご自分の故郷では、受け入れられないという出来事についてのコメントなんですけれども。イエス様が、嘆いておられる。まあ、悲しいことですよね。いつの時代でもこういう様子は存在します。私たちの個人の生活の中にもこういう生き方が入り込んでくることがあります。まあそんな時、私たちは案外よそ見をしているとか、あるいは他のいろんな問題が心を満たしてしまっているとか、神様は私たちの思った通りのことをしてくださらないとか、まあそういうことに対しての反発、まあそんなことから不信仰に落ち込むということがあるかもしれません。まあ幸いなことに神様はそういう私たちを知っていてくださり、そういう私たちを見捨てず愛を持ってケアしていてくださるということも心にしっかり覚えるべきことだと思います。そして神様の愛をなんかいろんな形の中で思い出させてくださるというのも大きな大きな恵みですね。そしてそれによって今の自分が正しい軌道にはいないということを心の中に悟らせてくださいます。まあそういう促しに誠実に応えるものでありたいなと思いますね。しかしイエス様のこの嘆き、そして人々の不信仰に驚かれた。やっぱりこれは本当に悲しい言葉ですよね。私たちの中にそういうことがなければいいなと心から願っています。良い一日になりますように。祝福。
Lord.